に避けて脈を打つことと君の真ん中塞いで目をそらしたゆらり落ちた君の声伸ばした手結んで開いた僕がもしも君になったとありもしないことだけの頭の中バランスがこらぶぶれて走る声も決めた胸のところにグッとキスが次は君を狙ってるから君は僕の僕のデイジャー